それでは分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。それでは山本陽子委員。はい。山本陽子委員、はい、よろしくお願いします。まずですね、あの山田委員の質問で最後、まあ消費税減税について。 この間社会保障のね財源になっているので国には言えないという答弁が繰り返されていますがでも私たち、のこの30年間ね国民は消費税300兆円を負担してきてその一方で大企業減税が280兆円また輸出大企業には輸出戻し税ねこれ1年間に1兆円超がですね消費税財源の25%から あ輸出企業に還付されてるっていうことになってるわけですね。まあ、そのため京都では右京税務署などは消費税収,が税収が赤字にもなっているということです。なのでこのような不公平税制の面を捉えずにねまた未,未然にを切って、えー、中小零細企業の方は消費税納税しているというこういう零細事業者の影響にもねや,やはり言及せず社会保障財源だからと。 いうのではやっぱり中小零細企業を抱えるこの局としてはやっぱり安易な認識ではないかということを思いました、まあ、私はこの今回の質問では年の末を迎える経済対策としての補正予算、まあ、これでいいんでしょうかという観点で質問したいと思っています、えー、山田委員もあの聞かれましたがあの補正予算が提案された後 第3波の感染拡大が来たので、まあ、その分は引きましても今回の4億9千万円の内容、まあ、土地のせ迎える業者の方への必要な支援として十分な内容なのかという点を1点お伺いしたい局分の補正予算の考え方をお聞きしたいと思います。でその中身としてもう1点は あの日本共産党市会議員団も、祇園の夜の飲食店の実態調査を行って、産業観光局にも実情を伝えてきました。年を越すという厳しさっていうのはですね、あの会計年度の節目ということで、売りかけ金の回収が待っているということでね、年末の儲けで賄えなければ、もう持ちこたえられないという事業者が増えているということです。なのであの年ので年厳しさに対応する支援が 今この時期に求められたんですが、まあ、そういう認識になっていたでしょうかこのことをお伺いしたいと思います。田中室長 はいこの度の補正予算の考え方、年末を向けた対策として十分かというお尋ねでございます。まず今回の補正予算でございますけれども、京都市の景況、こういったものは、各市の経済市場の中では底打ち、あるいは上向きを示すもの、これもございますけれども、水準としては依然と低い。 まあ先行きの不透明感というのもございまして全体としてやはり引き続き厳しい状況であるというふうには認識していますそれから雇用情勢も有効求人倍率の状況を見るとやはり今後の動向にまあ注意を要するということで考えておりますあのコロナの影響で広く各業種に影響が及んでますけれども特にま飲食宿泊関連業コロナ拡大当初から大きな影響を受けてて大きなコロナの再拡大の 影響もま危惧されるということでございます。まあ、こうしましたこと、さらにはあの今後、年明けから春先にかけて観光閑散期の需要も認めな見込みにくいということで飲食、宿泊関連業を引き続き厳しい状況が想定をされる。まあ、こういった状況の中で、今回の補正予算では？ 感染拡大防止対策、これをまあ徹底させていただきたい、それから経済活動との両立もさせていただきたい、こういうことに寄与する予算としての補正をお願いをさせていただいているというのが基本的な考え方でございます。 それから年末に向けてということでございますけれども、あの何をもっても十分とするかという部分に関して、さまざまなお考えがあろうかと思いますけれども、私どもとしましては、ちょっと繰り返しになりますが、補正予算では感染拡大の防止の徹底、それからその上での社会経済活動の両立という観点から必要と考えました事業について予算を計上し、お願いをさせていただいているということでございます。また年末への対策とということは これ先ほどにもちょっと申し上げましたけれども、すでに9月の司会で、年末年度末の資金繰り支援、これを念頭に、予約金500億円の積み増しもお願いしたところでございます。こうしたことで引き続き、今回も予算をお願いし、中小事業者の方々の支援を行ってまいりたい、このように考えております。はい、山本委員。はい あの、まあ、厳しくはですね、京都市として、この年末の廃業倒産という危機を、まあ、どこまで危機感を持って捉えられているのかということだと思うんです。まあ、融資のコロナの特例が出てからですね、もう半年以上経つことになりまして、その現状の厳しさ。あ当時はやはり想定されている方、やっぱりそれほどね、多くはなかったと思うんですね。だから、半年経って途方に暮れるとおっしゃっている事業者もおられる。まあ、融資を受けていても。 この,先の見通し本当に厳しいというその実情がですね廃業に追いやるという事態になっているのではないかと、この間、経済を回しているということで言われているんですけれども、だからといって、そういった窮状を救えるということにはなっていない、経済止めなくても売上が戻っていないという厳しい実情ですから、そこへの支援、そこに光が当たっているのかということを思うわけです。 でもう一つはです、ね、そのあの廃業倒産の危機、どこまで危機感を持っておられるのかということとともに、あの京都の,、ね、そのものづくりの町を支えてきたのが多くの中小零細事業者の方で、その方たちは今、多くは高齢になっておられます、で少ない国民年金で生活保護の受給が可能な方も、お商売をしているからこそ、生活保護を受けずに何とか家庭を得て生活をできていると。 またそういった方が地域に根ざして地域活動を支えていただいている多くの高齢の中小零細事業者の方がお商売を続けられるということが私、京都市にとっても町を維持してまた財政を維持することにもつながると思うんですもちろん若い方の新規開業も事業継続できなければ京都の未来を形作れないということでコロナ危機のもとでこういった中小零細事業者の皆さんへの支援 っていうのはです、ね、中小零細事業者を保護するというそういう姿勢を持たなければ京都市自体が結局は維持できなくなるというふうに思うんですけれどもこういう厳しい認識ということではどうでしょうか田中室長、はい、あの冒頭申し上げましたけれどもあの京都市の,あの現在のまあ経済の状況こういったところを引き続きあの厳しい状況にあるというふうにはまあ認識をしております。そうしたことからあの今回あの改めて 新たな補正予算4億9 0万円お願いを申し上げているところでございます。またあのこうしたあの補正予算による事業による支援以外にも。えー 国の支援策を事業者の皆様に適切にお届けできますように、商工会議所の相談窓口の体制の強化、あるいは中小企業の支援するサポートセンターの開設、こういったことで寄り添った支援を行っていきたいということで、体制を構築をさせていただいておるところでございます。引き続き、こういった相談への対応、あるいはサポートセンターでのさまざまな施策のご紹介、こういったところと合わせてて、ご支援をしてまいりたい、このように考えております。 山本委員、はいはい、あの何万と R4 万ですかとある中小零細事業者の方に本当に支援が届けられる。 そういう今、あの相談体制なのかということも本当は議論しないといけないんですけれども、ただ、あの先ほど山田委員も紹介させていただいたように、零、ま、細、あ、事業者さんの加盟されているあの右京民主党、民主党公会の方でさえあの、100分の35ぐらいですか、有効回答数、101分の35の事業者の方が廃業を検討するというあのことを言及しておられるわけです。 なのでまあ、そういうところに照らした京都市の対策、求めていく予算ということが問われてくるとは思うんですけれどもあの、国が年明けに、野党第3次の補正予算を示すと言っております、あの臨時交付金については、自民党からの要望は1兆円超とあの報道されています、もっともこれまで第1次、2次で3兆円の予算です、でこれに対応する京都市の,あの活用可能額は146億円と。 いうことになってますよね。まあ、1兆円だと単純には50億円程度になるわけで、あの。それでは私必要な施策はできないんじゃないかなというふうに思うんです。あの、京都市あの局長が先ほど市独自で対応するのは難しいと言われましたが、そうであれば京都市は自治体が行う必要な支援策、その予算規模を示してえ国に求めているのかと。これが今あの求められるんですけども。あの、さらに第3波の感染拡大で。 えー、さらなる厳しさが想定されているもとで、どのように、えー、どんな事業をしてなんぼいるのかということ、どのように国に求めていくお考えをお持ちでしょうか。はい、田中市長 え、国に対しましては、あのこれまでからあの地方自治体において、あのその裁量のもで、あの支援等に活用ができる地方創生臨時交付金、こういったものの創出をお願いするとともに、その配分もしていただいてきたところでございますえ、今回またあのその第3次というお話もある中でございますけれど、もえ、今般の情勢を見極めながら必要と考える施策についてえ、それが実施できるような形での増額のお願いをしていくこと。あ 交付のお願いをしていくということになろうかとは考えておりますこれまでからあのまあ、京都市として実施したい事業あるいは、えー、国として、えー、全国的な観点から実施していただきたい事業への 事業の実施への要望、こういったことを繰り返し実施をしてきておりまして、そういった中では、あの少なからずそれがまあ実現しているものもございます、引き続き、私どもとして必要な事業については実施を検討していくとともに、国にお願いをしていくべき部分についてはお願いをしてまいりたい、このように考えております山本委員、はいあの、突っ込んでお聞きしたいんですけど、どれだけの予算規模を今、京都市は求めるというスタンスでおられるんでしょうか。田中室長 えー、京都市全体の,まああの予算規模ということになりますと、ちょっと私どもとしてお答えするような状況にまずないということがございますのと、それと要求していく、まあ、求めていく内容については、その時の情勢を見ながら必要に応じて考えていくと、そのようなことでございます、はい、山本委員ああのもちろん全体のことは問うていませんでね、参観局として経済対策に必要な予算規模ということでは、どのようにお考えですか。田中室長 今後の情勢も含めまして、引き続きま検討していく、このようなことでございます山本委員、はい、あのその必要な予算額があ示せずにね、私、今の京都市の,あの中小零細事業者を守っていくというふうに、本当に本気度が見えないなと思うんですね、やっぱりあの。いくら必要だと、どうするためにはいくら必要なんだというところまで説明できるように、ぜひそこまで親身に今の実情を捉えて。<laughs> あの考えていいたただきたいと思うんですあの今、感染拡大はですね GoTo キャンペーンが行われて当初はあの感染拡大の収束後にキャンペーンを行うとしてましたが、まあ、事業を開始継続したということで第3波の感染拡大はもはや人災ではないかということも言われていますあの経済対策もまあ状況を見極めていかなければなりませんがその対策によってはあのこれまあ 京都市の失とといいうう事態にもななりかねないと思うんですだからこそ今京都市は大丈夫っていうことでね言ってはいられない感染拡大の懸念される冬から春にかけて持ちこたえられるだけの支援を早く出してほしいというのが実情ですあの国が第3次補正を出すと言っておりますのであの2月議会の補正の提案を待たずにね年内にでも中小零細事業者にとって事業継続のために必要な支援を 一刻も早く出していただきたいと思いますけどどうでしょうか。田中室長。はい、あのまあ今回の補正予算におきましてあの現時点であの必要と考えます事業につきましてはお願いを申し上げているという状況でございます。あの引き続き私どもとしましてはあの情勢を十分鑑みながらあの必要な予算と。 が生じた場合には速やかに司会にお願いをしてまいりたいこのように思っておるところでございます。また同時にまあ今回の予算においてはその感染の状況、感染の拡大防止これの徹底をま事業者の方々にも図っていただきたいということで、あの事業を継続して拡充して実施するということでの予算もま計上しております。あの経営感染拡大の防止対策これを徹底しながら経済活動との両立を図っていくこういうことを目指して引き続き取り組んでまいりたいと思っております。熊、はい、本委員。 はいあの感染拡大まあこれ就職後にですねえ京都市の経済回復させていくためには今緊急課題として、えー、やれることはやるというそういうスタンスでなければならないと思いますあ本当にあの感染が収まるというまああの時期的なものとしてね冬が終わる春 春まで持ちこたえられる支援をというのが実情ですから、あのそこのことをぜひ、まあ、早く具体的な事業を出していただいて、補正予算を出していただいて、対応していただきたいと思います。以上で終わりまますす進行いたし委委員曽我委員どうぞ それではよろしくお願いいたします。えー、もう午前からのそれぞれの議論で、えー、いろいろな観点から確認をされていることなので、えー、私の方からもあのまあ長縮あ長し長服、えー、しないような形でですね。 何点かだけ確認質問をさせていただきたいと思っているんですけれども、えー、新しい生活スタイルの対応のための衛生対策等の支援ということで今回6,000万の補正予算が示されております。でこの、まあ、今回特に換気そしてまた過失ということのに,に力点を置いたまた特化した一つのこの 対象になってるんですけれどもまあ今日までまあこの7月補正においてもですねこのさまざまなその取り組みを新しい生活スタイルに対する取り組みをされてきていると思うんですけれどもまあその段階でのですねまあ総括も含めてまあ申請そしてまた申請事業者の種類業種とかですねまた 傾向とか、そういったことがあろうかと思いますので、総括的にちょっとまず、この7月補正においての新しい生活スタイルについての実績をお示しいただきたいと思います土橋室長、はいえーと。9月から10月にかけまして、申請を受け付けましたあの感染症対策補助金につきましてはです、ね、えーとま、あの2億円の予算をいただきまして、上限10万円で実施してまいりました。 申請状況といたしましては、事業者数としては1029社、店舗数としては1893件、金額にして1億5040万の申請をいただいたところでございます、でえーとまあ、事業者の業種につきましてはです、ね、飲食業が約34%、宿泊業が17.3%、小売業が16.1%。 ということで、まあ、主にそういう内訳になっております。でえー、と申請の,あの事業の内容につきましてはです、ね、えー、と一番多かったのが空気清浄機ということで31.5%、それから抗菌抗ウイルス処理加工の施工で13%、それから仕切り板、パーテーションの導入ということで9.9%という状況でございました。でえーとまああの もちろん、換気対策をされた部分につきましては約9%ということでございましたけれども、やはりそのまだあったかい時期というか、気候のいい時期でしたので、換気、窓開けてとかいう形でされてたとは思いますけれども、やはりこの冬の寒い時期になって、換気対策をしっかりやっていただくということで、今回、換気対策、過失対策ということで、補助金として上げさせていただいているものでございます。 曽委員はい、ありがとうございますあのスーパーコンピューターの富岳なんかの,です、ね、そのいろんな検証、えー、の一つの,あの画像等々もです、ねえーまあ、新聞でもあの出されてたのかなと思うんですけれども、まあ、非常にあの4人の方々が対面で、えー、座ってそしてまた、まあえー、いわゆる対話そしてまたまあ会食等々も含め,含めてと思うんですけれども。 あの感染のですね一つのああいうこのウイルスの飛び散り方とかねそういったことというのは非常にあのえああいう画像を見てるとあのえ本当にすごいもんなんだなということを非常に感じました例えばついてしばらくしたら消えていくということではなくてどん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 蓄積されていくというようなことも非常にあのあの画像等々を見てですねあの驚いた次第なんですけれどもまたあのえー バスであるとかそれから、えー、それタクシーであるとかですねそういったものに対しての換気についても僕は車の場合はもっとそのあのあ窓を開けてたらスーッと消えていくのかなと思ったんですけどそれがもう非常に回転して非常に車の中にまってしまうということでそのいかにこの換気の重要性が。 え大事なのかということを非常にあの今回学ばせていただいたと思うんですけれどもまあ冬場に入ってくるということで過失等々も含めてということでまあえ今回その一つの補正予算の形を補正予算の一つのものとしていただいてるんですがままとてているううふにに非常に関心をしておりますあのまあ京都市なんかはねどちらかというと都市特性としてあの大学生が多いそれからまた 一歩でこの高齢者も多いといとととううこでで言うとですねもっと爆発的なですね例えば感染が広がっていってもおかしくないような僕は非常に状況にあるんではないかなというふうに思うんですけれどもあのそれがこの今のこの昨今の,その感,染感染者の,の日は数字の推移を見てるとねその他都市と比べてビックするようなものになっているということではないということで言うと。 飲食それからまた、えー、宿泊、まあ、そういった方々の私はあの非常に努力といいますか、まあ、当然連携をされてのことだと思うんですけどもあのかなり感染に対する予防対策あの非常に取り組んでいただいているというふうにあの思っております。まあ、そういういい中ででで今回またた取り組んんだくわけなんですけなすれども、あのー 今の京都市の今の感染状況、例えば産業観光局としてですね、どのようなこのご認識を持っていらっしゃるか、ちょっと教えていただければと思います。山本局長。はい、あの現状のまあ認識でございますけれども、あの先生がおっしゃいますようにですね、その他都市、まあ大阪等に比べまして、まあ人の移動がかなりあったとああってもですね、このぐらいで。 増えてはおるんですけれども、収まっている、これはです、ね、あの一つには、えーまあ、医療機関の、医療関係者の頑張りの部分、それからあのもう一つは、えー、今先生がおっしゃったように、えー 飲食店等の事業者の方々のさまざまなご努力、それから市民の皆様方の行動変容、こういったものが合わさってというふうに認識しております、特にですね私どものところで9月にですね拡大の防止の徹底月間、この秋に備えて取り組んだと。そこでいろんな 行動変容の定着あるいはガイドラインの遵守の最低ってまあ、こういったものがなされたことも一つ影響してるんじゃないかなというふうに思っております。ただあのこの感染症の話ですんでまあ、今こういう状態だからといってこの安心できるもんじゃなくてですね急に増えるとでそれで感染者の数が増えればまあ、それに連動して重症者の数も増えていくというようなことになりますんでこの辺については、えー、あの油断なくですね中止していく必要があると考えております。 そうですねあの、まあ、当然この季節になってくると従来であればねいろんなその、えー、忘年会であるとかさまざ、あ、まないろんな人が集まって飲食を伴うということがあの、まあ、非常に従来はあったわけなんですけども、まあ、コロナ禍ということで、えー、ほとんどの方々が自粛をされておられるように私は思っております。あのただ、えー、例えばそのお店に入るまでは えー、皆さんマスクをしてらっししゃるとしかしお店の中入った瞬間でもテ,椅子あのテーブル椅子に座ったからあのその辺りからもうみんなこうマスクを外してるというそれでもまあまあ,あ,あのアルコールを取りながらまあご飯をいただくわけなんですけど非常にその時には非常に無,無,無防備な状態でこの実際にやられているという場面場面があの多いかと思います。 お店の方も一生懸命いろんなその感染対策を取ってらっしゃるんですけども一人一人の,そのいわゆる意識というかそういったものをより一層この喚起をしていかなきゃならないということで、まあ、今回この補正ではお店の方々とか、まあ、事業者の方々に対するさまざまな一つの、えーえー、に重点を置いていわゆるその補正が含まれているわけなんですけども。 あの今度はいわゆる一消費者という目線から見た時にですねしっかりそれに対して飲食店のまた事業者の皆さんとこうする形でこのうまく感染予防対策店を利用しないということではなくって利用する中でもいかにこの感染防止対策にを取りながら、まあ、いわゆるその食事ができるのかというようなこともより同時並行でしっかりとまたあの 啓蒙していってもらうということがまあ非常に重要ではないかな。ま従来からまやっていただいて思うんですけども、その点また力を入れてお願いをしたいなと思うんですけど、いかがですか。土橋室長。 はいあのもう先生ごご指摘のとおりだと思いますあの利用される方それからお店の方あ双方がですねしっかりと感染防止対策を取ることで、えー、やはりその社会経済活動の維持ができるというふうに思っておりますえっ、ー、と我々の方もですね。 えとまあ、啓発という意味であの京都市観光協会を中心にあの京都マチケットということで、まあ、京都の街とエチケットを掛け合わせた造語なんですけれどもそういった形で、えーとまあ、観光客を中心にしたそのマナー啓発をあのしっかりとこれからもやっていこうと思っておりますしあの、まあ、アドバイザーチームでの,そのアドバイスの中でもですねお店の側の方にもですね えっときちんとあのお客様の方に、えー、徹底をしていただくとか、そういったことを周知していきたいなというふうに思っております。宗賀院、あのよろしくお願いしたいです。であのまあ今回のこの新しい生活スタイルの中でもですね、例えばそのさっきまああの。 触れましたいわゆるあのタクシー事業者の方々に対するあのいわゆる感染防止対策としてのさまざ、あ、まなその換気対策それから空気清浄機とかそういったものについてもですねこの新しい生活スタイルの中に例えば、えー、事業者として、えー、旅客交通業ということがあるわけなんですけれどもそういったことの今あの。 個人タクシーおよびまた法人のタクシーもあるんですけれども、その辺りはどのようになっているか、えー、申請も含めて教えていただきたいと思います土橋室長、えっとまああの。9月に実施したあの感染防止対策の補助金においてはです、ねえっと、主にこの旅客,、えー、旅客交通業に関しましては、えっと、観光バスのお抗菌、抗ウイルス対策。 でたくさんのおいただいたところでございます。で、えー、先生ご案内のあのタクシーですね。タクシーにつきましてはえっ、ー、と都市計画局の方でえの公共公共交通機関のまあ一環ということでえっ、ー、と補助金制度をあの立ち上げてましてですね。それをに基づいてしっかりとされているというふうに認識をしております。であのまあ今回のあの補助金においてもですね。換気対策、加湿対策という部分に。 おいてはですね対象となりますのでえとそういったところへの周知もしっかりとしていきたいというふうに考えておりますはいあのそういった今の話でいうと観光バス事業者についてはいわゆるこの皆さんのいわゆる所管のものになるとしかしあのタクシーについてはこれは都市計画になるからあの逆に言えばその都市計画局の方でいろいろさまざまな政策 を要するに業界と連携とってやってらっしゃる。そういう意味でよろしいんですかね。土橋室長。はい、あのその通りでございます。あのタクシーだけではなくって。あのまあ京都市交通局も含めて、えっと路線バス事業者。あ含めて、まあこの国の補助金も確かあったと思うんですけれども。活用して、対策を打っているというふうに認識しております。曽我委員。はい、あの。 それとですね続いて、あのもう1点あのー、この臨時交付金の重当事業不要分の,の中で、えー、まあ、あの議論がありましたのでこの業界等が一体となった活性化支援事業の部分なんですけどもまあこれ予算申請件数が当初想定を下回る見込みのために今、まあ、ということなんですが、まあ、件数がまあ0 えー、予算として640件で一時二次件数が272件ということなんですけどもこの三次募集を行う中でですね今業界団体からご意見もお聞きしながらということなんですけどどのような団体といろいろ連携を取りながらやってらっしゃるのかその点だけ確認したいと思います。松野室長はい この業種別団体の活性化支援事業補助金でございますけれども、あのこの、えー、議員の方からご案内いただきました、1次募集、2次募集、まあ、これ、合計272件の申請でございました、金額ベースでいうと2億円余りでございます。この3次募集に当たりまして、我々特にこの2次募集に実施した際には、えー、例えばこの制度のご案内するときには、メール送付や郵送などはもちろんですけれども、直接、組合等の団体に当たりまして、 役員会なんかにも赴きまして、制度の説明、それから制度の組合が抱える問題とか課題、そういったものも同時に聴取いたしました、その中で、非常にこういう業種別団体として取り組むということは、個々の事業者の支援ではだけでなく、ですねさらにその事業者同士の皆様が、 連携したり協力したり、そういった組合としての活動を活性化することによって、それがひいては個々の事業者の支援につながっていく、あるいはこういうコロナの大変な時期ではあるけれども、なかなか見本市展示会というのは難しい場面はあるけれども、やはりその会議も開けない、研修も開けない中では、オンラインによるいろんなものが必要であるとか、改めていろんなご意見、それからご提案もお聞きすることができました。そういったたものを踏まえまえして次募集にあたり ましてはこれはまずこれまであらゆる業界の皆様とえっとお話をしてまいりましたの、ね、で、どこの特定の業界というよりも、すべての業界、あるいはそういう業界同士のグループの方々にこの制度を案内して、これをよりかあのお使いいただけるように、我々もあの協力していきたいという,うに考えております。総 はいいありがとうございますあのぜひそういう角度で,です、ねさま、どのようなことを、えー、やりながら、またあのどのようなことを実践しながら、そしてその業界の方々、業種の方々を支援できるのかということを、まああの、その方々と同じ目線に立って、丁寧なまた支援をしてあげていただきたいということを求めて終わります。進行いたします江村委員 ははいい、えー、ではよろししくお願いします私はあの宿泊観光の促進における地域経済活性化事業について伺いたいと思います。あの今回、OTA というところであのオンライントラベルエージェントですねをあの、まあ、使われるということで、まあ、内訳としてはあのこちらに、まあ、あの大体 500, 500万円。 をあの使われるとということを伺っておりますであのまずちょっとここから伺いたいんですけれども大体このまあ予算の範囲内でそのまあ何社ぐらいに対してそのどのぐらいのことができるのかというのを教えていただきたいと思います。北川部長 はい、あのこの予算の中の OTA を経由した PR についてでございますけれども、あの正直今、あのこれから業者とです、ねまあ、あのお話を詰めていくところですけれども、やはりあのどこの自治体もです、ね、あのこのようなキャンペーンとかを考えているところでして。まあ 結構、まあ、あの需要が非常に高まっているところでございます。で、まあ、その中でございますので、ちょっと具体的な数値については、ですね件数についてはまだちょっとお示しはできないところではありますけれども、やはりその今回、旅館ということで、まあ、市内の旅館についてはですね、まあ、190件ほどある中ですけれども、まあ、その中でですね、まあ、あのもちろん厳選されるわけではありますけれども、できる限り多くのですね施設についてですね、ピックアップ、載せ ていただいた上でです、ね、よりまあ効果的にです、ねえー、お客さんを呼べるような形で,です、ね、進めていきたいと思っております。M ライン あのまあえー、と代表的な OTA の会社を見ておりますとやはりこう、まあ、すごくシンプルなあのサイト構成をされているところもあればそのもう広告がまあびっしりとこう打たれるようなあのサイトの構成もありまして例えば GoTo トラベルと関連してそのまあ自治体としてサービスを行われているというあの組み合わせというような形であの出されていたりとかです、ねまあ、ピックアップとかこう特集というような形でその京都に行こうと思って検索をて 自した人たちが初めてあこういうサービスがあるんだって見つけるのではなくてプラスアルファ、どこに行こうかな GoTo を使ってどこに行こうかなというときにあ京都こんなことしてるんだというところを捕まえてくるのが今回の,その一番の狙うべきポイントだと思うんですなのでそこをしっかりとこう売り込めるような策をあのぜひ売ってほしいと思うんですけれどもこちらについて改めていかがでしょうか。北川部長 あのえー、と委員ご指摘いただいたとおりですけれども、まあ、OTA については、まあ、これは旅館のです、ねまあ、魅力を、まあ、あの発信するというものです一方、この地域のクーポンですね、このキャンペーン、これにつきましてはですねおっしゃるとおりじゃらんにしましても一 q にしましても。 他の自治体がですねいろんなところ、まあ、あの乱立するような形でですねキャンペーンを打っているところです。でもちろんあのどちらもやっぱり OTA を通じてですねこの旅行客、来られている方が非常に多いというふうには。 あの認識しておりますのでもちろんこのキャンペーンとですね、まあ、OTA を通じたまあ旅,行旅,あの旅館のですね魅力発信、これについてはですねやはりまあできる限りですね、あの業者さん OTA の中でも連携しながらですね合わせ技でですねしっかりあの相乗効果を生みながらですねお客さんを呼べるような形にしたいというふうに考えております。 お願いしますでこの OTA でその、まあ、あの一定のお金を出して頼まれる場合にあのそこから、えー、予約をされてという流れでその何らかのこうデータ等がもらえるのかなというのも気になりまして例えばこうどういった地域から多いのかとかどういった年代層の方が多いのかというような、えーまあ、情報をその、まあ、10, 10代ごととかそのまああの、まあ、関西圏とか都道府県で 分かるとまあよりいいんですけれどもそういったことのデータをまあ取れればその一定の数になりますので今後の政策とかあとまあコロナでもしちょっとまた京都で増えてきたぞという時になった時にその非常に例えば感染が拡大している地域からあの多くの方が来られてたらちょっとそれはあの京都としてはまたこれ分析しなければいけないですねというようなちょっとこう情報ツールにもなろうかと思いますのでこのあたりあの今回そのお金をかけて依頼される上で何らかのこうデータもいただけるような 動きというのはあるのかどうか教えていただきたいと思います。北川部長、はい、あのこの予算を進めるにあたりまして、あのキャンペーンの方もですね、あと。 OTA 支援の方も含めまして、ですねあの今、事業者等、ですねそういう話をしておるところでございます。おっしゃる通り、OTA については、ですね非常にまあいろんな情報がですねまああの蓄積されているというところもございますし、今回、ああふと強調するキャンペーンもありますし、ああ旅館への支援についてはあの市内限定でございますけれども、いずれにしましても OTA、あの 旅館支援についてはまあ少なくとも OTA を通じてやることを考えておりますので,ですねそういうところについてはですねおっしゃるとおりそのどのエリアからお客さんが来られているのかとかですねあとどのような世代の方が多いのかまあこれもあの通常もですねまあ旅行会社 OTA とも話している中ではですねいろんなデータをお持ちなのはよくよく認識しておりますのでせっかくあのこのような予算をつけて、えー 旅行者を呼び込むというところでございますので、この点についてはですね。しっかりとあのそのような形でデータもですね。蓄積できるような形で進めたいというふうに考えております。江村委員あの、その辺りはあのまあ。せっかく使って使われるということなので、ま是、あ、非。あの情報収集としてもあの？ 活用いただきたいと思いますしお願いをしたいと思いますであの、まあ、今政府の方でも話し合いがこうなされていて実際に GoTo トラベルと感染拡大のこう因果関係というのはどういうものなのかというところが、まあ、まだ答えが見いだせずにいるところだと思うんですけれどもその、まあ、少なくとも因果関係というようなレベルになってくると確かにこう、まあ、結構な規模感で専門家の方も入られてあのなかなかこうあのじっくりな 判断をしていいかれるととうことになりますただあの相関関係としてあるのかどうかっていうところはその一定データで出すことができますので例えばこうあの京都におけるこう感染者数とあとはこう、えー、京都に来られてる宿泊者数もしくはその宿泊施設の稼働率でもいいかと思いますそういった形でその相関関係があるのかどうなのかというようなところを是非、まあ、資料をま がまああのデータでアップされたりとかいうようなあの情報提供がありますと京都市民の方もあのまあたくさん来られていてその方があのどんどん,どん,どんと感性を膨らましているんだというようなこうあの心配をされるような目線もありますので少なくとも数字上であの相関関係というものがあるのかどうなのかというところをあのぜひ出していただきたいと思いますしちょっとあの今回の現状としてもあの資料請求をお願いしたいと思いますけれどもいかがでしょうか北村部長。 ありがとうございます、まあ、先ほど申し上げたとおり、この予算あの、せっかく使いますので,です、ねあの、取れるところについてはです、ね、しっかりデータと取りたいと思っております。ただまあ、あの一方で、まあ、コロナとの関係も含めまして、なかなか非常に難しいところはありますし、まあ、なかなか観光部局だけではあ、まあ、数字、付き合わせ等々できませんのです、ね、その点につきましてはです、ね、まあ、あの関係部局とです、ねまあ、相談しながらです、ね、あの進めたいというふうに考えておりますけれども、いずれにせよ、まあ あのこの予算、あの進めるにあたって、まあ所産についてはですね、今後検討していきたいというふうに考えております。エムライン。はい、あの、ちょっと資料を今回、その今述べさせていただいたのは、あの、出していただけそうでしょうか。後で測ります。 はい、えー、とじゃあそれは後ほど測っていただくということで,で、あのーまあ、基本的にはその経済をできるだけ回してあの京都に観光の方がまあ来ていただくということで、まあ、私の地元の方もあの結構観光地もありますし非常にあの喜ばれているお声もまあ,ありますで一方でですねその、まあ、全くあの日常生活としてあの観光業に携わっておられないけれども観光地に住んでおられるというあの京都市民の方々もあの多くおられる中でそのご意見としてき 行かれるのはあの非常に来ていただいていることっていうのはありがたいけれどもあの日常生活を送る上では正直怖いというようなお話もあの伺いますでですねやっぱり特に怖がられているのは公共交通でしてであの今回その一部の自治体ではあの基礎疾患のある方やあの高齢の方はあの Go To の利用を控えてくださいというようなことを発信された自治体もありますけれどもその実際に日常生活を送る方々で基礎疾患をあの抱えており おられるご高齢の方々がその観光地の中で日常生活を送るというのが非常に怖いというようなご意見も聞かれましてあの、まあ、これは基本的にはその、まあ、交通局さんであったり、まあ、の民間の方に呼びかけるあの時計さんが、まあ、関わる部分ではありますけれどもやはり三冠さんとしてその京都の中でも特にこの観光地のところは、えーまああのまあ、戻ってきてるなと人の流れが戻ってきてるので、まあ、あのイコール公共交通も非常に 非常にこう混んできているであろうというようなそのまあ特定できるあのエリアもあろうかと思いますのでこういったところに対してその一定あのこう注意喚起であったりとかあとはまあどんなことができるかわからないですけれども例えば、1車両だけあのこの住民の方だけできるだけご利用してくださいというような形にするとかそれはあのもちろん先方さんで考えられる部分はありますけれどもあのどういうところが特にこうあの住民の方が心配されやすいエリアなのか。 であったりとか、あとはまどういったことが考えられるかということも含めてあの連携をぜひ組んでいただきたいと思います。やはりこうあの観光をあのまあしっかりとこう取り戻したいという思いと、あとはそのできるだけこうコロナ感染を防ぎながらあの経済を回すというところがあの山川さんのこう大きな目標だと思いますので、ちょっとそこをできるだけあのまあえ殺さずにあのしっかりこの政策を生かすためにもぜひ力を入れていただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 川部長、はい、あの今回、まああの、観光のキャンペーンということで、やはりその観光客の方を、まあ、呼び込むという趣旨でございますので。まあ あの当然ながらマイカーではなくてですね公共交通機関使われることも非常に多いというふうに考えておりますのでまあ、そもそもこのキャンペーンあのにかかわらずですけれどもこのこの中においてはですね、えー、都市関係都市部局であったりとかあと交通局であったりとかっていうのはですね、えー、しっかりとあの連携しないといけないというふうに考えておりますでまあその上ですけれどもあの民間の公共交通機関まああのバスにつきましてもですねまぁ、あ、先ほどの質問あったと思いますけれどもあの の対策ということでですね、えー、まあ,あの市も支援していますしまあ国の補正予算でもですねあの抗菌対策とかです、ね、抗ウイルス加工等とされているというふうに認識しております、まあ。また一方、あのソフト面につきましてもですね、えー、まあ、今回、えー、京都マチケットということでですねまあ,あのコロナ禍において一人一人大切にしていただきたいとみとを発信しているところでございます。まあ、あのまああのりきたいですけれども 交通機関においてはマスク着用してもらったりですね。会話を書き換るようなこと、まあ、これも非常に重要ですのでですね。しっかり連携して取り組んでいきたいというふうに思っております。まあ、先ほどはまあ車両の使い方みたいなところもありました。まあ、観光と。 通部局についてはまあこれまで連携しておりまして、例えばその急行バスと、普通の全部止まるバスとのまあ役割とか、勉強はしつつではあるんですけれども、そういうところについては、今回の隠語指摘の件も含めまして、連携していかないといけないというふうに考えておるところでございます。え山 あのお願いをいいいをたたしたいと思います、まあ、ちょっとあの残り時間も少ないのであと1件あのまあお願いというかことをさせていただきたいんですけれどもそのやはりこう。 えー、観光の方が来られて、まあ、あとは、えーまあ、必ずしも観光の方が関係あるか分からないんですけれどもやはりこう感染経路不明の、えー、陽性者っていうのが増えてくるのが、まあ、非常にこう自治体の対応としてはあの怖いというところでしてできるだけあの感染経路をたどれるということが非常に重要かと思うんですけれどもやはりこうその上であの全国的に使われているという意味では COCOA がやはりこう厚労省が推奨してあの最も普及をしており でそこのの呼びかけとといいいいうのはあの力を入れてたただきたいと思いますであの、まあ、基本的には OTA の方でも、えー、申し込みをしたら、えー、その方々に対してあの「ここは入れてくださいね」というような通知があの来たりとかいうあの動きも、まあ、かなりあの細やかにあの動かされているというのはあの情報を得ておりますのであの、まあ、その辺りにも連携ももちろんですし例えばこう、えー、そこだけじゃなくて京都市が今回こう発行されるような地域クーポン ですかそこにあのここは入れてくださいねというような呼びかけを印字されたりとか京都市としても今回の政策に対してしっかりとこう感染経路がもし何かあってもわかるとであの対策もしっかりしながら進めてるんですよというような PR をしながらこの政策をやっていただきたいという思いがありますこれについては少し時間があるのでもし何かお考えとありましたら最後伺って終わりたいと思います。あすいません 北川部長。 はい、いありがとうございますあの、まあ。コロナ対策しながら進めないといけないというところ、まあ、先ほどもご指摘いただいたところでございますけれども、まあ、あのデータも含めてですけれども、まあ、感染者数自体はです、ねまあ、あの検査してまあ陽性が出た市町村で計で上、ね、されるとまあ聞いております、まあ、あの具体的にはちょっと部局は違うんですけれども、まあ、そういう観点からまあ、京都へお越しの方に関する感染者数を把握すること自体はちょっと難しいかなというふうに、まあ、先ほどの問いとの関係では思っております。で 一方、まあ、COCOA につきましてですけれども、まあ、これについてはですね、まああの、スマートフォン、Bluetooth 使ってですね、まあ、プライバシーにもあのあの確保しながらですね、まあ、陽性者と、まあ、接触した可能性について接受けるものということでやはり、まあ、あのこのコロナ禍においては非常に重要な。まああの ツールであるというふうふに考えております、まあ、あの今回のキャンペーンを行うにあたりましてもです、ね、そういうところをしっかり発信しながら、詳細についてはこれからですけれども、進めていきたいというふうに考えておりますあえあエムライン、あの先ほどああの、要求があった資料を確認したいんですが、えー、旅行者、まあゴートラベルの中での旅行者ですかね、のコロナの感染状況の 相関関係の有無が分かる資料ということでよいですか京都の、えー、陽性者数とあとは、えーそのまあ、できれば今年の4月からでいただきたいんですけれども、えーまあ、宿泊者数、もしくは宿泊施設稼働率でその、まあ、棒グラフと折れ線グラフでこう相関関係が分かるように出していただけるとありがたいです。うん <laughs> とということですみませんあの、再度言い直しませんけれども、理事者今、今、江村委員から言われた資料は提出できますでしょうか。ええちょっとよくわからえちゃんとマイク通してやり取り、お願いします。じゃあの、個別であの対応させていただければと思います。江村委員、それでよろしいですか。じゃあ個人、個人資料ということで。はい、それでは 進行いたします。田中委員。はい、田中委員、どうぞ。今年のあの流行語大賞、あの三密ということで、まあ発表されましたが。まあ、あの、換気が非常に大事だということが。 まあのこう示名されているのかなと思うんですが、まあ、の今回も、えー、換気を含めて、えー、加湿器とか暖房器具 CO2 の濃度測定いろいろこう幅広く門戸を広げていただいて、まあ、補助をしていくということで出していただいていますが、えー、ちょっと確認なんですけれどもこの1、えー、事業者で 10店舗までは、OK、ではすと例えばですねあの、大きい店舗ね、例えば例を挙げますと、旅館なんかで、本館があります、離れがあります、別館があります、こういうふうなケースは、それぞれの建物で一つと認めていただけるのか、この、 含めて1店舗で1つだけというような会社なのか、そのあたりはどうですか土橋室長。はい、えー、っと、ちょっと個別の申請内容によってですねあの、まあ、精査していくことにはなろうかと思いますけれども、あの先生、今言われたような、例えば、 えー旅館で本館があって別館があってまあ両方ともに客室があるというまあ独立したようなあの状況であればそれはそれぞれでまあ要は店まあ本館別館であれば2店舗分として2つ出していただくことは可能であるというふうに思っております。 多数の市民が訪れる施設ということですね。まああの我々の事務所もあの不特定多数の市民が訪れるんですが、例えば我々がこれ申請した場合どうな,なりますか。土橋氏、土屋社長。えっとそうですね。ちょっとあの。 基本的にまあいろんな方が来られるという事務所であれば対象となるかなとは思っておりますけれども、ちょっとあの営業形態であったりとか、事業所の形態であったりとかということで、判断させていただきたいというふうに思います田中委員。まあね、そんなしか委員はいないと思いますが、まあ、あのちょっとこう確認の例を挙げて、示させていただいたんで、まあ、あのいろんな状況、その、えーえー、事業者の、ま、あ 携帯も含めてしっかり精査していただきたいと思いますし、これ、あのー、結構この幅が、ね、広いんでね、いろいろなものにもう対象になっているので、もうこれ、早くにこう1億円が点ですよね、早くにこういっぱいになってしまった場合はど、どのようになっていきます土橋室長。はい あのえーとまあ、全部で今回あの、えーと、残額も含めてです、ね、1億円ということで、2000件を想定しておりますけれども、であの順次、申請に基づいてあの補,助補助を出させていただこうというふうに思っております、でえー、と補助金の予算がこれ、1億円こ超えてくるという状況になりましたら、ちょっとそこはです、ね、また財政当局と協議の上えー、可能な限り対応できるような形で検討していきたいというふうに考えております。 田中委員それからの事前の資料の中で、あのこう米重視のところなんですが、あ今までであの新しい生活スタイル対応のための感染対策補助金とやほか、えー、その他の補助金で補助を受けている事業については申請できませんとほんで、えー、ただし異なる事業であれば申請可能ですということでございますが、このお申し込まれた 事業者がこの事前にこの事業、補助を受けているか受け,てられ受けてられないかというようなことはしっかり確認できるんですか土橋室長。はい、あのそれはです、ね、今回の補助金を申請いただくときに、あの補助金を受けてる、受けてないかというところをあの、まあ、申請したらあの、要はチェックしていただくという形で確認を取らせていただこうというふうに考えております田中委員。 考えられないですから土橋室長まああのまあ添付いたしていただくあのまあ資料とかも含めてあの精査してですね万が一その疑わしいものがあればもうちょっと突っ込んで聞かせていただくとかいう形で対応していきたいというふうに考えております田中委員まああの十分精査していただきたいと思いますまああの先ほどもそれは先生の方からいろいろこうあった中でこう a、えー いいろいろ周知、発信をしていくようなことも非常に大事やということでご指摘やったと思うんですがあの京都市の方もも、ね、しっかりこういう感染対策をやってますということの発信をしっかりしていただきたいと思いますし、えー、事業者にも自分のところの店舗は大丈夫やということを、ね、広く発信をしていただくような 指導もまたしていただきたいと思いますし、それによってやっぱり、一番、あのー、何が不安なんか言うたら、やっぱりそういう対策ができているかできてへんかで来,る来ないというのが、だいぶこう分かれてくると思いますんで、やっぱり多くの方にやっぱり来ていただかんとあかんと思いますし、そのあたりの周知をし,しっかりやってほしいと思います。以上ですが何かあれば土橋室長 はい、あの先生、あのご指摘のとおりだと思っております、やはりあの感染対策をしっかりとやっているということをアピールしていくということは重要でありまし、て我々もこれまで,です、ね、そのガイドラインに基づく対策をしているところには、ステッカーを交付するという取り組みをしてきておりますし、えーとまあ、例えばその修学旅行についてはです、ね、京都できちんと安全対策を取ってやっているということを、全国の教育委員会に周知したりとか。 あと、まああのまあ、これも全部観光の話ですけれども、あのマイスの関係でもガイドラインを作って、ですね広く発信をしていってるということもやっておりますあの引き続き、ですねあのこういった補助金をやっていただく申請者の側の方にもですね、えー、ときちんとあのステッカーをやってるとか、まあ、そういった安全対策をやってますということを周知いただけるように、そういったところの周知も含めて、努めていきたいというふうに考えております。 それでは質疑の途中ですが、えまもなく1時間になりますので、ただ今から換気を行います。しばらくそのままでお待ちお待ち願います。 それでは引き続き質疑を行います。平井委員、どうぞ。えとよろしくお願いいたします。あの私からはあの事業継続に向けた中小企業にないて確保育成支援事業についてちょっとあのお聞きしたいというふうに思います。まあですねあの事業者全体の実態から言うとですね。 やっぱりあの国も含めてパイが全体的に少ないということがまあ一番の問題かなと思っておりましてまああの産業観光局も含めてですねまあこういう政策をやりたいのにと思っていてもやっぱりその予算全体が非常に少ないというのがあのネックになっているんじゃないかなという,ふうに思っているのとあの我が党自身は やっぱりあのこの情勢のもとで雇用を守る観点とかあの失業者を生まない観点からあの昨日も代表質問で対策なんかを述べさせてあのいただきましたあの中小企業と担い手確保育成支援事業ですねあの一定今の情勢にかなったものだと僕は思っていますほんであのえっと詳細いただきましたけれども、まあ、先ほど質問でも出てましたけれどもあの福祉や医療の関連の あの募集が非常に多かったとっいうのが特徴でありまして、まあ、この総数が878人であります、でまあ、やっぱり今の情勢そのものが、あのそういう雇用者数にも大きく影響しているというふうに思います、今日はあの、えっと、京都新聞にも載ってましたけれども、もうその、その数字的には厳しい数字がね、あの全体的に載っていると。 10月の完全失業率も引き上がって、全体的には215万人の完全失業者数になっていることや、そのコロナ解雇なんかも7万人超えて7万4000になったという、高級人倍率もちょっと上がったけれども、1.04倍ということでありまして、この年末迎えるにあたって、 まあ特にあの非正規のところで非正規切りも起こっていますのであのそういう中で日本総研なんかもその雇用調整弁とされた非正規労働者フリーランスへの救済策が乏しいということで言われていて立場の弱い人へのセーフティーネットを拡充する必要があるということであの言われていますま。だからその雇用実態を反映してねあの この募集に関してもあのかなりの方が来られたということかなというふうに思います、まあ、ただ、そういう11月13日現在でやられていますからその、えっと、特徴や分析を進める必要があるというふうに思うのと、まあ、申請された傾向から現状について、まあ、どういうふうに捉えられているのかということと今後の方向性も含めて何かお考えあればお聞かせいただきたいと思います。安田部長 はい、まず雇用情勢につきましては議員ご指摘のとおり非常に厳しい状況になっております9月の有効求人倍率1.01でございましたけれども10月につきましてもそのまま引き続き1.018月の1.00に比べますと若干増しにはなっておりますけれども引き続きこの予断を許さない状況といううになっているという状況でございます。で特にコロナの離職者とということで厚生労働省が あの雇用の影響につきまして、あのコロナの影響についての,あの情報について、定期的に公表しておりますけれども、このうちあの非正規雇用の状況につきましては、11月27日の時点で全国で3万5612と。 いう数字がありますでこれただこれは本当にあの労働局があの把握している数字に過ぎないということで実際は現,現実はかなりこれより多くの方の非正規雇用の方が解雇になっているというような状況の中でですけれども今回の補助金につきましても 当初我々が想定した以上を上回るですね4599人という雇用申請人数をいただいておりましてそのうち非正規雇用については2142ということでかなりの方の非正規雇用のあの雇用促進につながったというふうに考えておりますで特に小小売飲食サービスですとか医療福祉サービス業そういったあのところの非正規雇用については 比較的多くの雇用申請もあったところでございますので、こういったあの非正規雇用の方の解雇雇い止めをのなった方をですね雇用に繋げたと繋げることができるものというふうに考えているところでございます。平井委員。まあだからあの予算幅から言ってもですね積み増しあのまあ、する必要があったということとで僕はあの。 非正規雇用の割合でいうとまあ京都市の割合と同じぐらいの割合になっているということでありましてまあつなぎでなくやっぱりあの働き続けられる状況、正規雇用なんかがもう少しやっぱ増えるような方策なんかも考えるべきだというふうに思っています。年年末年始のの中小企業の経営から見るとですね 雇用調整助成金休業支援給付金なんかは2月まで延長される見込みということでありまして、まあ、もちろんそこで一息つく企業もあるということでありますけれども資金繰りはやっぱり自利品になっているということでありますあの僕はこういう今のスキームですよねこういう形での補助制度なんかは非常に必要だというふうに思います 特に今の状況だからこそ必要だと思っているわけでありまして継続についてはどう考えているのかということとあの失業者を生まない対策なんかがまあ今後あの、そういう形では必要になってくると思うんですけどこの2点いかがお考えかということをお聞かせいただきたいと思います。安田部長はい、えー まずこの事業の延長についてでございますけれどもこの事業につきましては国の地方,臨時地方創生の臨時交付金 こういったものを活用しているというところでございます。こういった予算の範囲の予算の中でですね、実施していくということで、今の不思協調でのこの取り組みにつきましては、来年3月15日までを補助対象として取り組みを進めているというようなところでございます。事業の延長につきましては、この今後のあの。 感染の再拡大の状況も踏まえながらですね、でまたこの本事業の原資となります、この国の財源措置、今後の,この国の財源措置の状況も踏まえながら、慎重に考えていくと必要があるかというふうに考えているところでございます。平井 えっと今のご説明で3来年3月までということでありますけれども、その経済状況なんかはやっぱり遅れてくるわけでありますし、まあ、4月以降も不透明だっていうのが今現状でありますから、まあ、そういうこともやっぱり少し本当に考える必要があるなということを思って。 でこの補助金自身がです、ね、コロナの影響を受けて離職を余儀なくされた人っていうことの要件になっていますからそれ以外の人は使えないということでありまして、えっとまあ、年度中もです、ね、次年度にかけても、まあ、先ほど言ったように雇用状況は不安定になっているということでありましてあの代表質問でも。 大,あの大学生のね就職状況について取り上げさせていただきましたけれども、かなり深刻な実態を浮き彫りになったということでありますし、のこの補助金の枠組みそのままということではないですけれども、やっぱり枠組みなんかを使いながら、引き続きやっぱり事業を行うと、大学生向けにもやっぱり何か考えていくということなんかがあの必要だなというふうに思いますし、ああスキーム、いろいろありますんで。 そこら辺は実情を聞きながらということになると思うんですけど、やっぱり来週卒業の大学生支援なんかと合わせて継続すべきだと思うんですけどいかがですか安田部長、はいえーと。まずこの補助金でございますけれども、えー、と新型コロナの離職者。 以外にです、ね、例えば生活保護困窮者ですとか障害者の方々就職氷河期の方こういったもの方々も対象にしているところでございましてまた週20非正規雇用でありました週20時,間20時間以上の労働をされている方こういった方につきましては 例えば学生さんででももあってて対象ととしているところでございますで就職、今、非常に厳しい状況、就職活動が非常に厳しい状況ではありますけれども、これ、3月15日までの補助対象期間、この事業になっておりますけれども、こうした今回の雇用の創出に向けての支援を企業に対して行うということで、結果的にはこの4月1日以降の内定をいただけるような、そういう学生の就職の支援に も若干つながっていくものではないかなというふうにも考えておるところでもございますので、このあの補助金についてはしっかりあの企業さん方には使い使っていただけたらというふうに考えているところでございます。平井。まあ引き続き進捗状況を見ながらということと、まあ、国があの補正第二次補正でですね。 あの予備費を7兆円残したままでまあこのままいくのかというのもあるのでまあそういう予算なんかも本来ならば手元に入ってきてですね永続的なあの年度を超えても事業できるようなあのスキームというのがあの必要だとあのいうふうに思うのとまあ本当に。 今困窮されている方や困っている方々のところにどう届けるのかということが求められていますので、まあ、そういう点あのぜひあのご検討いただきたいというふうに思います。えっと次にあの新しい生活スタイル対応のための衛生対策等支援についてあの加せいただきたいと思います。まあ、たくさん質問出てますんで、あの一点に絞ってお話を聞きたいと思いますけれども、あのまあ、すでにねあの。 こういう補助金を分かっている方々は、まあ、次、例えば事業、店舗を展開するということで、まあ、やるとか新たな事業形態を考えて、まあ、そこで使うとかいうこともありうると思うんですけれどもこれまでからの衛生対策で補助制度を使っていない事業者へのハードルは僕はまだあるんじゃないかと思っていましてあのこの間、商店街の方からお話を聞いて、まあ、制度は知っていると。 しかしあの、使いにくいと、まあ、まずその入り口からね、やっぱり使いにくいということが頭にあるあの事業者の方々、たくさんおられると、こういう声聞くんですで、補助上限額も初めての方からすれば、例えば先ほど言ったように、換気扇の取り替えとかになると、割と大きなあの事業になって、まあ、5万円の上限では少しどころか、だいぶ見出しが出るんじゃないかなと。 複数点にったったらやっぱりそ,のだそれだけ見出しが出てくるということになるのでそこへもちょっと尻込みするんじゃないかなとでそういうことも含めてですね新たにあの補助制度を使う方々にとって柔軟な制度やあの新規に補助を受ける方への対応いるんじゃないかと特にあのやっぱり簡素化あのしていくということは、まあ、これまでされていると思うんですけれどもあの 担保も十分に取りながら一方では簡素化していくということはあの今、求められているんじゃないかなと思うんですけどこの点いかがでしょうか土橋室長、はい、あの手続きの簡素化につきましてはですねあの午前中にもちょっと少しお話をさせていただきましたけれども、えー、といわゆるそのまず見積もりを取って事業計画を出してと、えー、いう書類を出していただいてそれから、えーと それを審査して交付決定通知を打ってでその後事業を実施していただいて事業報告領収書をつけて出していただいてそこからお金を出しあの補助金を出すというまあこれ一般的なやり方なんですけれどもまあ今回はちょっとスピードも求められるということでえっと事業申請方式というふうにさせていただいておりますえっと具体的にはまああの例えば換気扇とかあの貸し続きとか購入を先に購入いただくと。 でその領収書を持って申請をしていただくと、でそれに基づいて審査をするということで、初めのあの何て言うんですか、ね、見積書、事業計画の部分の手間がいらなくなるということで簡素化を図っているところでございます。まあ、金額につきましてはですね、いろいろあのご意見あろうかと思いますけれども、あのまあ、必ずしも高い金額のものだけではなくって、えっ、ー、と数万円のものを も換気に有効なものもたくさんありますのでそういったことで活用をいただければというふうにもちろんあの今、書類自身も簡素化されるということがあのその手続きの形でわかると思うんですけど一方で、ねまあ、別にその補助率そのもので計算をすればです、ね、あのどれぐらい どう見出しが出るかというのも分かるので、あの別にその上限額うんぬんだけの問題ではないと、まあた、確かに幅広い事業者にどうするかということもあの考えられるので、まあ、そういう点、必要だと思うんです。もう一つは言われてたように周知かなと、だからなんぼその周りの人が使いやすいと100回言うたとしてもです、ね、使わない事業者いるわけで、ただやっぱりそういうところも換気対策はもちろんあのいるわけですよね。だからそういうい事業業者ににに対してとか、まあ、業界団体任せにならずに どうするかというのはちょっといる部分かなと工夫がいるかなというふうに僕は思ってまして動画を見るまでにこう躊躇する方々もおられるし動画にたどり着かない方々もおられるのでまあそういうところも含めてですねあのきめ細かにあの制度設計するということなんかは必要だというふうに思ってて、まして。から あの実際の状況の下で、まで、改善必要だということも言うかもしれませんけれども、ぜひちょっと使いやすい制度にさらにあの考えていただきたいというふうに述べさせていただいて終わります進行いたします中村委員中村委員、中村委員どうぞ。 ではよろししくお願いいたします。これまで多くの委員が、ルールご質問されて、私が尋ねたいことは、もう皆さん、お聞きいただいて、本来らもういいと言いたいところなんですが、それではちょっと寂しいので、1点だけですね、1点だけ大変ま、まずは問題だと思い、なおかつ心配もし、そでお願いもしたいということを、1つですね、申し上げたいと思っているんですが。 それは。まあ、今、先ほども話出てますけれども。まあ、換気、加湿。対策に関わるですね。補助金の。制度の問題なんです。<laughs> この件なんですけどね。まあ。国が。これから冬を迎えて。 コロナ対策として、まあ、換気、また加湿が必要だということで、まあ、全国的に結構ばらまいて、ですね、京都は京都でこういう形を取られたと。ということは、その対象になるところに、ですね、大いにそういう換気、それから加湿対策をしてほしいということなんですよね。だから行政も、京都市もですね、それに合うように、まあ、いろいろこう施策を考えてという必要性が当然あると。そう考えた時に、 今回のやつの提案はです、ね、結局、額、ま、が、あまあ、1億円で、2000件と、対象がね、2000件というところが僕はまあ問題だと言いたいんですよね。でも桁がちゃうやろと、京都,京都の,その対象となる、そういう先ほど来、も小さな店、不特定多数の方が訪れるということから言うたらです、ね、いろいろ解釈ができると。 かなりこう見てても広い解釈でですね、受け皿らされてるということ、これはまあそれでいいわけですわ。と考えたら、そんな桁がちゃうでしょ、その対象となるその店舗の数がね、最初からそれを2000件にね、考えて、想定して進めてるところが問題やと、これは言いたいわけですわ。京都にはね あるところは、本らはっきり言って今回の施策ね皆さんも自分がお商売してるとかしたときにねこんなんやったらまあはっきり言って、えー、7万5千円のもが2万5千円で買えるわけやからこの際ちょっと貸し続きを一つ増やしてそれでちょっとやっとく作ってことあかつけておこうかとで十分やね行き渡るんでしょうかとかいうようなことは考えますわ知ったら。 だから皆様、それを知らせるようにです、ね、まずしてほしいということで、先ほど周知の件が出てましたけれどで手続きが簡単にできるということを、先ほどおっしゃった、もう工程、了承書をしっかり残しておいたということですわな、まあ、換気扇を取り替えるやら、新たにつけるやら、いずれにしても大体その金額でできますわな、その範囲で。まあ、そういういに 知ればそこのお店の人は絶対それを利用しはるってだからまず知らしめるというところが必要だということをそうなった時には本当にそうなった時に宣言ってそなのすぐパンクしますわパンクするでパンクした時にはまあとにかくダ害の方言うてちょっとでもちょっとと,とにかく補正をね組んでもらうようにというお話やったけどもまあ問題は まずそういった最初に想定がです、ね、2000としているところの、ね、考えがちょっと僕はちょっとおかしいというか今の広くいくところに渡るということを考えたらもっと広いです、ね、件数を想定してのプランを作るべきやということでそれをまずそれで必ずもうパンクするという心配をしてるわけですわ絶対しますよこれ今これから来てであとお願いはもう要するにちゃんと あとあとですねフォローできるようにしっかりまた予算引っ張ってきてですねでこうそういう手が差し伸べられるようにですねしてほしいということですご見解を伺って決意を伺って終わりたいと思います土橋室長はいえー、まあ予算が 非常に少ないのではないかというご指摘でございます。あの、本当にあの事情を見込むのが。はい、中村委員、中村委員、マイクで。お話しください。あ、て、あ、決して。想定,の想定が。ね、問題だと、してきたところからの、答弁を。はい。はい、あの、まあ、争点につきましてはですね、今回、まあ、0 0件ということで、あの。 まあ、あの一旦挙げさせてていいいただいているところでございます、まあ、これはです、ねあのまあ、こ,のこの間あの、えっと9月、7月補正でいただいた分でその 9, 月9月から10月に、えー、かけて実施したあの感染 <coughs> 防止対策の補助金、これも同じようなスキームで上限10万円ということでございました、私ども、これの周知もですね先ほど申し上げたようにさまざまなところで周知はしたつもりではございました、でその中で2億円の予算のところ、1億5000万の申請があったということで、件数にすると2000件弱ということでございましたので、今回、それを参考にですね、えと <laughs> 行ってあの感染防止対策もこれまでやってこられているというところも踏まえてです、ね、1、ま、万、あ、2000件には対応できるような形で、まず、えー、スタートしようということで、あ、えー、げさせていただいたところでございます、で繰り返しになりますけれども、あのまあ、あのとりあえずあのその冬の閑散期対策なんで、すぐにやっていただくことが大事ですので、申請いただいた分をしっかりと交付していくと。で予算が足りなくななくるようなあの状況を がまあ見えてきましたらですね、えー、と財政当局としっかりと協議して、えー、きちんと対応できるように検討していきたいというふうに考えております。中村委員。まあ数のね、先ほど例年最初の時ときと、事情が違うわ、そら、同じように。でも、まあ、なお、こは言いたいのは、だからそれがもしね、2000円で程度で終わるということであれば、行政側の そういうい店に対するね、該当店に対する事業所に対する、要するに発信ができていない、周知ができていないというとことが言えると、僕のように言いたいから、うん、そういうつもりで,です、ね、この後しっかり取り組んでほしいと、お願いしておきます。はい、土足市長すみません あのそうあの周知、まずしっかりとやっていくということで、我々はあは別に2000件に抑えるためにあの、周知をおろそかにしているわけではございませんけれども、あのしっかりとあの、まあ、新聞広告とかも今、やっていこうかなということも考えておりますし、えー、ときちんとあの知っていただくことが大事だと思いますので、それがまた換気対策、それをしていただくことにつながるというふうに考えておりますので、えーまあ、パンクするような形で周知できるように、しっかりと努めていきたいというふうに考えております。 進行いたします山根委員。山根委員どうぞ。はい、えー、よろしくお願いします。私からは、えー、宿泊観光の促進による地域経済、えー、活性化事業についてお聞きします。 でえー、あの私たちもです、ね、コロナ禍で苦境に立たされている観光関連事業者の皆さんへの支援は必要だというふうに思っておりますでただ、今日あのいろいろお話がありましたように、まあ、第3波といわれるほど、えー、感染が広がる中で,で政府も GoTo トラベルの見直しを言わざるを得なくなっているときにです,、ねえー、ですのでやはりそのやり方を考えなければいけないんじゃないかという,ふうに思います。 であの午前中の質疑の中でですね感染拡大の状況国や府の動向も見極めながら場合によっては対象を縮小して東京とか札幌市それから大阪市を除外することとかですね関西とかあ関西地域とか京都府内に限定してということも検討しないといけないかもしれないというご答弁あったかと思うんですがそこで2つ確認したいと思うんですが1つはですねそういう 今、現状なんですけれども、現時点では全国から受け入れるという、こういうスタンスなのかということ、それからもしこれを仮に見直す場合は、ですね誰がどの時点で、どういう基準でこれ判断をされるのかですね、それが明確にされなければ、ですね事業者の方も困るんじゃないかと思うので、このあたり教えていただきたいと思います。北川部長 はいあのこの予算ですけれども、あの先ほ,ど、えー、と先ほど申し上げてますとおり、コロナ対策を行いながら、ですね安心安全、前提で,ですね、えー、進めていかないといけないというふうに考えております。で、えー、まあ現時点でどうなのかというところがあります、まあ、この予算自体、まああのまだご議決いただかないといけないわけでございますけれども、これ自体はですねまあ、1月。 いつの時期か置いといてですけれども3月上旬というようなところを想定しておりますで、まあ、あの今の時点の仮のお話はなかなかできないかというふうに考えておりますけれどもこのキャンペーン自体はですねあの <laughs> と強調してて、ね、やっいいるものでございますで、まあ、あのコロナ対策にかかる、まあ、基準等々、まあ、これはあの府の方でです、ねまあ、取りまとめとか行われているところでございますので、まあ、今どうなんだというと、まあ、仮のお答えはなかなかできないですけれども、このじゃあ、どのような形で段階で進めるのかということについてはです、ね、まあ、あの府とも,もうこの事業を通じてです、ね、連携しながら、もちろんあの保健部局ですかね。福祉 保健部局とまあ連携しながらですねその判断というのをしっかりとあの精査しながら進めていかないといけないというふうに考えておりま山根そうしたら基本は夫とそれから保健福祉の関係と連携をしながら考えるということですよね。であのー でもちろん、ですね、看護関連産業の閑散期を支援したいというあの思いもですね、本当によくわかるしあの大事なことだと思うんです、でただやっぱりこれ、コロナが収束していればあの別の話なんですけども率直に言ってですね、全国的に感染が拡大しているタイミングでしかも冬の季節にと、えー、いうのがですね、ちょっと心配がやはり大きいと。 いうことでえー、例えばです、ね、11月27日にはです、ね、これ衆議院の厚労委員会で国立感染症研究所の脇田所長さんという方がです、ね、これ政府の厚労省のアドバイザリーボードという専門家委員会の座長を務めておられる方なんですけれどもこの方が、えー、人の移動や気温の影響は確かに影響しているとアドバイザリーボードでは資料も出しているし結論付けているというふうにここまで言っておられますし 感染拡大地域を目的地出発点とする両方を止めていくことが感染拡大を抑える対策になると議論しているというふうに答弁をされておりますのでやはり専門家のそういった意見を踏まえればですねこのタイミング、冬の季節に移動を活発化させるような施策というのがどうかという疑問は残ると。 この点は指摘をしておきたいいと思いますでもう1つ、ですねあの今回の事業に参加する宿泊施設は GoTo トラベルへの参加が条件となっておりますが、えーこれあのー、今後の状況によってはこ GoTo トラベルの対象やえ運用そのものがどうなるか分からない部分があるとでそういう中でそういう不確実なものを前提にするような施策事業でいいんだろうかということも 思っていますで私はです、ね、むしろ GoTo トラベルに参加していないこれまで GoTo トラベルの恩恵を得られなかったあー事業者への支援こそ必要じゃないかとで特にこれは長野県の話ですけれども小さなお宿応援事業ということで GoTo に参加していない施設を支援しているこういう自治体もあるわけでしてこれなぜ GoTo 参加というのを今回条件にされたんでしょうか。北川部長 はいあの、今回対象となる、まあ、あの施設については、まあ、キャンペーンに参加する宿泊施設と,あとおー、まあ、クーポン利用可能なあ、まあ、店舗と2つ、えー、あります。まああの 特にあのクーポン利用な店舗につきましては、まあ、あのお土産物屋さんとかです、ね、体験施設とかまあ考えてはいますけれどもちょっとまああのこれから具体的なところは詰めるというところでございますけれども、まあ、あのこれを GoTo と、まあ、GoTo 参加を条件とするという点につきましては、まあ、そもそも GoTo ト,トラベルにつきましてはです、ね、あの観光事業者と旅行者双方の感染拡大防止策を実施を求めた上でですね あの実施事業の実施を行うということであの行っております、まあ、そういう点から、ですね、まあ、この事業実施、我々の事業実施についても、ですねこの感染拡大防止、委、ま、員、あ、ご指摘のとおり、非常にそこは精査しながらやらないというところでございますので、まあ、そういう観点からですね、GoTo トラベルの参加施設、これを条件にしたいというふうに考えておるところでございます。あのいずれれにしましままてもあの登録手続き、まあ、あのこれはあくででで条件ですので あのできる限り負担というのは軽減していく必要があるというふうに進め山根いそうするとそのあの感染拡大防止の対策という点を重視して、えー、GoTo を条件にしているというお話ですよねであのそうするとですねこれは共産党議員団の要求資料でこの GoTo トラベルに参加していない施設への支援としてです、ね、アドバイザーチームによる事業者の感染症対策と サポートナビで施設の感染症対策も支援するということもおっしゃっておりますのでですから私、私、感染対策ということをあの重視するのであればです、ね、別に GoTo トラベルへの参加を基準にする必要は全くなくてです、ね、アドバイザーチームが入ってしっかり支援をしてです、ねえー、ここは大丈夫だとしっかり頑張っているとなればあの対象にすればいいんじゃないかというふうに思います。でもう一つです、ね、この間あの間指摘をされているのは そもそも GoTo トラベルの恩恵が大手旅行会社や高級ホテルなどに偏っているというまあ今日もお話いくつかありましたけれどもでこの間のいろいろ委員会で議論している中で答弁であったのはですね 京都市内にある宿泊施設のうち GoTo トラベルに登録されている施設がまあどれだけあるかつかんでますかというところでなかなかそれをつかめていないというお話があったかと思いますが GoTo トラベルへの登録がななかなかこの中小の宿泊事業者のところで進んでいかない進んでこなかった理由というのはどういうところにあるとお考えでしょうか北川部長。 1>, はい、あの1点目の GoTo、えっと、の条件のところで、えー、ございますけれども、これ、やはり、ま、あの条件の後との、まあ、行動も非常に大事だというふうに考えております、GoTo ト,トラベルに参加する事業者につきましてはです、ね、まあ、あの事業実施段階においてもです、ね、チェックイン時の検温とかです、ね、3密対策、まあ、あの各大団体のです、ね、ガイドラインに基づいたです、ねえー、事業実施、これがあの前提とされております。 でこれにですねまあ、違反した場合っていうのは給付金の返還 これもですね求めれるというふうになっておりますので、やはりそのまあ、コロナ対策をしっかりした上でですね事業を行っていくという観点からはですねまあ、こういう点もですね踏まえた上でやらないといけないというふうに考えておりますので今回このような形で条件にさせていただいております。で、あとそのごとに参加されていないところについて全く排除するということでもございませんあのそういうわけではございません。 でえーとまあ、先ほど委員もおっしゃっておりましたけれども GoTo 参加するためにはです、ねまあ、感染症の対策をしかしないといけないということでサポートナビでの支援とかです、ね、あと、これまでもです、ねえー、まあ設置しておりますけれどもああ宿泊施設向けのです、ね、サポート窓口これは GoTo の参加をです、ねまあ、促してあげれるようなあのところをまあ設置しておりますので、まあ、そういうところ とですね、まあ,あのしっかりま連携しながらですね、go to 入ってないのところについても入ってもらった上でこのキャンペーンに参加してもらうことが必要というふうに考えております。であの go to でまあ、なかなかどうやってあの入れてないところの下品 あの参加できていないところの原因というところについては、ああの普段からまああの国ともまああの情報交換等としているところではあるんですけれども、なかなかそこはちょっと具体的なところはわからないところではあるんですけれども、いずれにしても、コロナ対策っていうのが、この今申し上げたとおり、2月とか1月の時期にあるという上では、非常に大切だというところですので、このような形で,ですねえまあ制度設計をしているというところでございます。 山あのまあ、中小事業者がなかなか GoTo 登録が進まない原因についてちょっとなかなかわからないというお話だったんですけれどもあのやはり GoTo トラベルの登録が中小の皆さんにとっては高いハードルになっているとでいくつかこれ原因がです、ね、指摘をされておりまして、えー、日経ビジネスオンラインというサイトで、えー、記事があってです、ね、いくつか書かれていました。で一つは あの旅行会社やオンライン旅行会社経由で予約を受け付ける場合手数料を10%から15%程度かかり金銭的負担が大きいという問題がです、ね、あの指摘をされていましたで、えー、日本旅行協会がですね、今年1月に発表した調査で旅館の営業利益率が平均2%ホテルが平均3.3%でもともと利幅が小さいところにコロナで打撃を受けていてですね 手数料を負担できる施設が多くないんじゃないかという指摘がまあされているわけなんですね。で今回あのこれも先ほどからご答弁ありましたけど OTA 等の旅行会社との連携によって旅館等 PRC ということになっているとで本日の答弁の中ではじゃらんとか一休とかですね、えー、などに声をかけてというお話があったんですけれどもその場合ですね一つはこの宿泊施設が負担する手数料っていうのはどれぐらいになるのか。 あですね、でそれからもう一つは直販の場合そのこの OTA とかを使わない場合自力で予約を受け付けされている GoTo の施設もあるわけですけどそういうところは今回の対象になるのかどうかこの2点、いかがでしょうか。すません北側 委員、はい、いいご,ご質問のですね、まあ、OTA 以外の場合のですね、えーまあ、ルートを通じた場合の手数料について、まああのちょっと細かな資料については。あの 手元にはないんですけれども、今回、GoTo する上でです、ね、まあ、普段その OTA をまあ通じていないような業者につきましては、あのステイナビというようなです、ね、別の,あのシステムがあの確かあったというふうに認識しております、まあ、その手すりはちょっとなかなかわからないんですけれども、まあ、そういう形で,です、ね、あのまあ門戸は開かれているのかなというふうに一点考えております。 でまあ、あの原因というのはなかなか、まあ、はっきり、まあ、あの報道ではあるのかもわからないですけれどもあの認識はなかなか発揮していない中でですねやはり、まあ、あの国の GoTo 事務局がですね、まあ、この登録に際していろんな。あの 手取り足取り、まあ、相談させて相談していただいているんだと思いますけれども、なかなか地域の事情等々、わからない面もあるのかなというふうに考えておりますので、そういう点につきましては、まあ、先ほど申し上げた、まあ、あの京都市の中にあるです、ねまあ、あの宿泊施設向けのサポート窓口とかです、ね、そういうところはです、ね、まあ、あの親身になってです、ね、相談させていただいた上でです、ね、GoTo の登録、これを促していく必要があるのではないかと。 ふうに考えております山根あのこのまあ、日経ビジネスオンラインの記事ではですね他にもですね GoTo トラベルについてその先ほど言った直販の場合はですね電話やホームページで受けた予約の記録をまあ、観光協会などの第三者機関に提供する必要があるので、まあ、人員に限りのある中小にはあの手間がかかって負担が大きいという話もありましたしそれから給付金 相当分が支払われるまで,です、ね、割引分を負担しなければならないということでそういう負担も指摘をされていましたで、まあ、こういうもとで,です、ね、やは GoTo 参加というのを今回条件にすればです、ね、やはりそのこと自身が中小事業者の皆さんにとって 負担にななっててししままわいいかととうこをを私は危惧をしておりますでやはり宿泊施設への支援という場合に GoTo 参加をこれを条件にするということはですねちょっと改善が必要じゃないかというふうに思いますで、まあ、最後指摘をして終わりたいと思うんですけれども今日はほ、まあ、他の委員からも指摘がありましたように昔から京都でやっている宿泊業者にですね光を当てて経営を継続してもらうということですとか で高額なところだけではなくてさまざまな旅館にスポットが当たるということが大事だとそれから広く、えー、事業者に回っていけるようなあという話もありましたそういう支援にするということが本当に私もあの大事だと思いますで特に中小や小規模事業者に届くようなですねやっぱり支援 が今求められていると思うんですけれどもでその点で我々は GoTo トラベルというのは今全国一律の制度じゃなくってやっぱり地域の実情に見合ったあやり方にすべきではないかという,ふうに思ってましてこれもあの11月27日の衆議院の国土交通委員会で確認をしてますが1.1兆円のトラベル給付金、えー、予算額のうちですね配分済みが約6割と。 7000億円程度ということなんですけれども、これが政府の答弁であったんですが、我が党は、やっぱり残りのこの4000億は、もう自治体にトラベル交付金としてあの配分をして、ですね自粛をお願いした際の補償に充てるとか、都道府県内の旅行でへの補助にするとか、ですねまあ今回の地域クーポンなど、ですねまあ柔軟に自治体の裁量でね使えるようにということをまあ提案をしております。 で、o to トラベルへの参加を条件にしている限りですね、これは取り残される事業者があの必ず出てくるということで、やはり宿泊施設への支援のやり方というのはあのぜひ改善を求めておきたいと思います。あのまた旅館については、えー、常任会で議論させていただきたいと思います。進行いたします。菅谷委員。 よろし,くお願いしますいえと私からも宿泊観光の促進による地域経済活性化事業、えー、補正額9000万円の部分で質問をさせていただきたいというふうに思っております。あの閑散期だったりとか、平日への平日のこのこ宿泊施設の促進利用ということが目的だというふうに私は理解をしておるんですけれども、えー、まず、あの 現状の京都市の,その宿泊施設の稼働率みたいなもののデータってお持ちでしょうか、あの10月なんかが6割まで回復しているというふうにあるんですけれども、まあ、これは全体のお話なので、そこら辺の細かいデータをもしご存じあれば教えていただきたいんですけど北川部長、はいあの。観光協会で,です、ね、あの出しておりますデータになりますけれども。 あの直近の数字でございますけれども、まあホテルの主要まあ6時ほどの施設のまあ稼働率でございます。9月について私は確かえっと33%程度、99月9月です。で10月についてはえっと41%程度というふうにあの聞いております。菅谷委員。じゃあ,あのすいません。えー、僕新聞記事で11月12日の、えー、京都新聞で。 京都商工会議所さんが京都市と京都府に対して独自クーポンの発行を求めるとでそのまあ理由の1つがです、ね、10月の宿泊施設の稼働率が全体で6割で旅館等は3割だからここら辺を助けてほしいとだから京都市独自のクーポンをお願いするんだというような記事が載っていてこれを元にちょっとに質問したいというふうに思っているんですけどさっきの,その主要ホテル60施設で9月が 33%10 月が41% となるとこの全体で6割というのはじゃあどこが底上げしているのかちょっとお聞かせいいたただきたいんですけど北川部長あの委員がの指摘されているデータ自体はちょっと私は把握してはいないんですけれどもあの旅館協会と発出、まあ、しているものについては先ほど申し上げた数字をまあ認識しているといろんなまあデータの取り方とかです、ね、そういうものが違うのでですねその 原因がちょっとどういうものかっていうのはあの即座にはちょっとお答えできないですけれども、まあ、そもそも取り方の違いとあるのかなというふうに考えております。菅谷委員わかりました、えー。データは違うけれども、じゃあその旅館を今回助けるんですけれども、旅館が苦しんでいるというところのコンセンサスは一緒という認識でいいですか北川部長 あの旅館は非常に厳しいというふうにあの考えております、これは去年の,です、ね、あの稼働率とか、あまあ同時期のものを考えるとです、ね、やはりその8割とかです、ね、それくらい行ってたところを踏まえますと、おまああの厳しい状況なのかなというふうに考えております菅じゃあ、その苦しい旅館というもののデータは、えー、今、先ほど8割ぐらいあったものがどれぐらいまで下がっているんですか。その産業観光業さんが持ってるデータ 川部長あのすみません、えーと、今回のキャンペーンにつきまして、あの旅館だけではなくてです、ね、あの旅館もホテルもです、ね、宿泊施設全体がです、ね、あの厳しい状況だというふうにあの考えておるところです。でまあ、あの昨年、まあ、あの宿泊調査もしたところでございますし、またあの業界の声とかも踏まえながらです、ね、そういう判断をしているところでございます。菅谷委員 旅館のデータを聞いてます。北川部長、はい、あ,のあくまでもです、ね、今、あのお答え申し上げているのはです、ね、あの業界のご意見等々を踏まえながらです、ね、あの旅館、ホテル全体を見たときにです、ね、厳しい状況というふうに考えておりますのでそれをもとにです、ね、あの今回、制度設計を考えているところでございます。菅谷委員なんか今の答弁聞いても ちょっと心配になったんですけども GoTo トラベルをやりましたと GoTo トラベルでも、まあ、これはニュースとかでもいろんなふうに言われていると思いますけれども、まあ、先ほどの委員さんからもありましたけれども要は割引,割引率が一律ですから高い高価格帯の宿泊施設に GoTo トラベルの利用者が流れていると。だから 価格帯が低いところの宿泊施設を提供するところは GoTo トラベルの恩恵を受けられてないんだという仮説に立ったときに本来はそこを助けるあるいはまあ旅館もそうですけれどもそういうところを助ける施策を京都市独自で打つのが本来の筋だろうというふうに僕は思ってます要は国がやった施策を保管するのが京都市の独自の え政策であるべきだというふうに思ってますので、じゃあ今回、困っているところ、例えば旅館も困ってるんだと、そのコンセンサスは一緒なんだと、じゃあどれぐらい困ってるのかっていうデータを出してくださいと言ったら、それは全体を見てるから出せませんというのでは、制度設計、それできてないんじゃないですかって僕は正直思っちゃうんですが、そこら辺はどうですか。北川部長あの最初冒頭申し上げたのはですねあの観光協会がやっている ホテルに関するデータというところでございます。で、今回あのこれも同じ観光協会なんですけれども、あの別途ですね。あの調査を行っているところでございまして、あの旅館ホテル30施設あたり、あの30施設ずつですね。あの調査を行ったところでございます。まあ、あのその観点から言いますとですね。まあ,あのまあ、価格帯によってあの違うんですけれども、旅館につきまして、これ客室稼働率ですけれども、これにつきましては。は 大体まあ、あの昨年、2019年、えー、年間では、まあ、75%とか6%とかそれくらいだったのがですね、まあ、旅館につきましてはこの6月ぐらいについてはですね、まあ、あの1桁から1トとかそれくらいにまあ落ちているという,ふうな点でございますで一方、そのホテルにつきましてですけれどもこれも大体同じようなあの推移でございまして、まあ、昨年につきましてはまあ8割前後 だったところが、ですね今年の6月については、ですね、まあ、十何パーセントとかですね、そういう形であの下がっているところでございます、まあ、6月だけじゃなくて、その後もも取ってはいるんですけれども、まあ、ちょっと上がっ,てき上がってきてはいますけれども、昨年ほどではないというような、菅谷委員いや。そういうデータがあるから、今回、こういう政策を打ちますっていうふうに、最初から答弁していただいたら、今の。 数分間は何だったのかなというふうに正直思ってしまいますけれども、えー、っとその上で、えー、っとじゃあ僕個人として思うのがあその、まあ、要は今外国人が全くもう99%とかそれぐらいの減少ですよねそこら辺を当てにしていたところの宿泊施設これもまあ本来であれば自由競争というのが大原則ですけれどもこういったところもあの助けて。 あげるべきだというふうに思うんですけれども、そういったところのインセンティブをはかったらかすてもいいんじゃないかなというふうに思いますけど、そこら辺はどうですか。北川部長。すいません、ちょっとあの、ご質問の点が、よくあの、わからなかったんですけれども。まあ、あの、今回の、まあ、インセンティブという意味ではですね。まあ、先ほど、あの、申し上げた通りですけれども、あの、えっ、ー、と、休日よりは、あの。 平日に、ですねよりお客さん来ていただこうということで、ですねそこを狙い撃ちにして、ですねあのクーポン、これ、抽選ですけどさせていただいて、ですね、まあ、お客さんのインセンティブになるような形で、ですね、まあ、全体を通して、まあ、旅館もホテルもそうですけれども、全体にそういうまあ経済あの回す波及効果っていうのが、あのあの波及できるように、ですねあの制度設計したところでございます。 菅谷委員いや要は今回3000円のクーポンを抽選で配ると、でこれ6000万円分ですから、えー、2万人ですか、で、えー、2万人以上のお客さんは少なからず来るでしょう、でこれで抽選をしてくださいと、で今日抽選のやり方はいろいろご意見ありましたけれども、まあ、それは今後、詳細を詰めるということなので質問はしませんが、要は。あの 泊まりに行ってて抽選してくださいとで別にそれ断る理由ないじゃないですか例えば僕コンビニで買い物して、えー、何円以上お買い物されたから抽選してくださいってそれ断らないんですよ要はあの旅行も旅行行って抽選してくださいって言ったら抽選するとで3000円当たったらラッキーだとだから今回のキャンペーンで僕平日の促進料って正直効果あんまないというふうに思っていてでその上でじゃあもしやるんであれば きちんと助けてあげる本来、本当に困っているところにそのキャンペーンの効果がいくようにせめて制度設計してほしいという意味で言っています。だから今、質問の意図がわからないとおっしゃったんですけれども、要は GoTo トラベル、国がやった政策ではあまり効果を実感できていないところに京都市が手を差し伸べるというのがやってほしいわけですよで。これ今回見てると要は GoTo、えー、ト,トラベルが条件で、えー、施設でそこで抽選をすると、3000当たったらラッキーですよねということなんですけれども、僕であれば、えー、今、GoTo ト,トラベルの状況をきちんと分析してもらって、えー、こういったところ多、多分外国人観光客とか、特にそこら辺をお客さんにしてた施設っていうのは、大打撃を、まだ今でも現状、食らってるわけですから、そういったところに施策をピンポイントで打ってほしいなと。 いう意味で質問をしてますご理解いただきました北川部長、はいあの。平日に対するとのインセンティブのところでございます、まあどういうそのシチュエーションを考えるかによるんだと思うんですけれども例えばその、おまあ、旅行者の方でですね、まあ、平日が空いていてですね、まあ、あの計画を立てれてです、ね、その方がですね例えばキャンペーンを打ってないところとですねあと、京都 今回のキャンペーンを打っているところを、まあ、あの迷う場合もあると思うんですけれどもそういう場合にはです、ね、あの十分インセンティブになるのかなとも思ってますしで、まあ、例えばその日曜日、曜土曜日、止まったときにです、ねまあ、日曜日回して延泊しようというようときについてはです、ねまあ、当然そういうあのメリットにもなると思ってますしあとまあ低価格帯についてですけれども GoTo についてはです、ねまあ、定率、 でまあ、あの全部含めると2万円ということですけれども、今回、それよりも少額で,です、ね、定額の、まあ、3000円という、まあ、あのクーポンを、まあ、抽選ですけれども、させていただくというところを考えてますので、まあ、全体を見ればです、ね、あのまあ、あのメリットにもなると思いますし、それによって中小のところもあのお効果を行き渡せるというふうに考えてます菅谷委員。わかりました、最後に有虐効果、じゃあ、具体的に何人、この政策で来るか教えてください。 北川部長、はい、あの先ほども申し上げたんですけれども、あの今の、まあ、これまで行ったその食べようとまろうキャンペーンをベースにするとです、ね、まあ、先ほど申し上げた、まあ、35万人程度というふうに、まああの、少し少なく感じられるかもわからないですけれども、あの少なくともですね、まああの 広報の仕方とかですね、いろんなあの旅館へのまあ OTA を通じた PR と行うことを通じてですね、よりその数については増やしていきたいというふうに考えております、はいはい。以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしました。これで産業観光局の審査を終わります。理事者お疲れ様でした。委員の皆さんもう少しお残り願います。 以上で予算特別委員会第3分科会における審査は終了いたしました。なお、委員長に提出する分科会報告の分案につきましては、政府主査後にご一任願いたいと思いますが、ご異議ございませんか、はい。ご異議なしと認め、そのようにいたします。報告書を作成し、7日月曜日に委員長に提出し、委員長からその写しを各委員に配布していただくことといたします。次にに付託議案の取扱いについつては 各会派でご検討いただき9日水曜日に開会する委員会で討論決了としたい,い,たしたいと思いますのでよろしくお願いいたします以上で予算特別委員会第3文化会を参加いたします委員の皆さんお疲れ様でした